悲願の J2 優勝、J1 昇格を果たした FC 町田ゼルビア。就任1年目で結果を残した黒田剛監督が、自身が監督キャリアを築いた青森への感謝を口にしました。青森山田高校を名門校に育て上げ、青森山田中学校を含めて6年間育てた選手が多くプロ選手になっている実績もある黒田監督。初めてプロを指揮したのが今シーズンの町田でした。監督が変わればチームも変わる、その事実を確かな結果によって実証した黒田監督の手腕と思いを選手に伝える、その言葉のセレクトの極意について見ていきます。黒田剛監督は1970年生まれ、大阪体育大学体育学部卒業後、一般企業を経て1994年に青森山田高校サッカー部コーチ、翌年監督に就任しました。以後全国高校サッカー選手権26回連続出場、3度優勝。2023年より FC 町田ゼルビアの監督に就任したばかりです。